皆さんチャオ。今日は、ワールドのスキンで見つけたスピランコースから遊んでいくんだぜ。なんとなくタイトルに惹かれました。ふむふむ、なるほど、すべて理解しました。え、どうしたの霊夢。このコースは難しそうだから、他のコース遊びましょう。そう簡単にリタイアなんか許さないんだぜ。第一、まだ始まったばっかりだぞ。あのね、私、テレサ怖いです。あれ、ちょっと前にハロウィンコースやってなかった？あれは仕方なく。て、ギャー。テレサ怖い、テレサ怖い、テレサ怖い。一つだけ言わせてくれ。お前、白霊の巫女だよな。妖怪は大丈夫なのにテレサが怖いなんて。いいですか？妖怪とお化けは違うんですよ。何がってギャー。こりゃダメだ。マリサ様お願いです、リタイアさせてください。断る。マリサ様の靴舐めますからお願いいたします。キモい。どうしたらリタイアさせていただけますか？講習が臭い。喋るな。むぐ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 。そんなにこの香水屋ならこの回でクリアしちゃえばいいんだよ。業務の言う通りなんだぜ。せっかく制作者さんが頑張って作ってくださったコースなんだから。ネガティブな発言ばっかりしちゃ失礼だもんね。何よ、最近コースの感想でモフエモフエって言いまくってるくせに。言っておくが、モフエっていうのは褒め言葉なんだぜ。クリアできそうでなかなかできない、でも諦めたくない、そんな心地いい感情を表した言葉なんだからね。そんなことはどうでもいいけど、中間ゲット、どうでもいいっていうな。この先もテレサがワンサカいるのかな。あ、七光か。どうでもいいや、どうでもいいやつにやられるスタイル。どうやら、あの七光が扉の鍵を持っているみたいだね。じゃあ倒さないとダメじゃん。めんどくさい。ゲームでめんどくさがるんじゃない。こんな七光じゃなくて、マリオ3に出てきたコクッパ実装してくれないかな。数が多くて大変そうだけど、コース制作の幅は一気に広がるよな。あと、坂道を作って滑り降りたり、砦とかにあった触るとゴールになる玉も欲しいよね。3DS マリオメーカー発売に合わせて、なんとか実装してほしいものなんだぜ。俺の命代もよろしくお願いします。お前は引っ込んでろ。ちょぼんって、なんですかここ、ネットが何かしてくれるまで耐えなければいけないみたいだな。気づくのが遅れちゃったね。は、早くおさらばしようよ。ちょっと霊夢とテレサに詰め合いすぎ。やっと助かった。最後のテレサに囲まれたやつはさすがに私もビビったんだぜ。よく見るとハート型になってたんだね。それではいいねして次のコースをやっていくる。マリオメーカーは爆発だ。芸術は爆発だみたいに言うんじゃない。マロンさんの全自動コースをやっていくる。あ、霊夢もう大丈夫なの？うん、心配かけてごめんね。このコースには、テレサ出てこなそうだから、もう大丈夫だよ。マロンさんの全自動はこの間もやらせていただいたが、この砲弾を組んでいくのが気持ちいいんだよな。今回のは、この兵が爆発しまくって、スカッとするね。前回の動画では砲弾には苦しんだから、今回は爽快なコースを選んでみました。ふぅ、すっきりしました。最近あまり全自動やってなかったけど、やっぱりたまにはいいもんだよな。次は演奏コースなので、私たちはこの辺で失礼します。次回は、あなたのコースにくるくるくーる。